神々との死闘の裏で闇がうごめいていた。ロキやアレスが撤退した後、太公望は人間に警鐘を鳴らす。この異界にかつてないほど不穏な気配が降り立ったと。太公望とカグヤは正体を暴くべく人間と共に調査に乗り出す。そこで同じく不穏な空気を感じ取った者と出会った。オリンポスの神アテナである。あなた様は？なぜお前たちがここにいる？あの妙な気配を感じたからに決まっている。そちらと同じくな。ダッキ様たちもいらしているようですね。アースガルズの神が降臨したのでしょうか？この禍々しい気配、それにダッキの存在、敵の神などよりよっぽど面倒なものが現れた可能性も高いがな。私の行く手を塞いで話に興じるのはやめてもらおうか。そこをどけ、私は先に行く。せっかちな女神だ。今は敵味方を気にしている場合ではないと思うが、まあいい、私たちも進むとしよう。これよりこの地に漂う異様な気配を探る。とはいえ、あの女狐を放っておくわけにもいくまい。私もお供いたします。ダッキ様の真意を今こそ聞かせていただかねば。人や戦界の者と馴れ合う気はない。私は一人で行く。私の考えが正しければ、近い将来彼女にも協力を仰ぐ必要が出てきそうだ。間違っても敗走せんよう気を配っておかねばな。まあ、できれば当たってほしくない推測だが、当然ながら私が倒れればこの調査は終わりだ。みんな肝に銘じて行動をしていただこう。おお、危なげない。そなたは実に頼りになる。ひとまず戦力は十分と見る。小生はここに残る。あっしも待たせてもらおうか。いざって時の控えも必要だろうしね。まぬけなやつらめ。皆さん、ダッキのことだ。影武者ぐらいは用意すると思っていた。この方を倒せば本当のダッキ様の居場所を教えてくださるかもしれません。わきまえろ。素直に教えてくださりありがとうございます。おそらく罠だろう。今はとにかく情報が欲しい。虎穴にいるとしよう。我らはこのままダッキのもとへ向かう。探索将軍と聖祭将軍は戦場の中央に向かってくる。それアテナ殿を守るということですね。わかりました。行きましょう。太公望殿たちもお気をつけて。お見事な武勇にございます。あの土にほどほいでおりましょう。覚えておけよ。
てご苦労様。代わりましょう。この私を閉じ込めるか。ダッキーを倒せば出られぬようだ。こいつは効くぜよ。この戦場に破滅と破壊をもたらす。そうですね。仕方ないですね。この圧倒的な存在感は神を超える力。そうですね。まさか。仕方ないですね。太鼓坊さん知ってる？オロチ様がすぐそばで暴れてるってこと。私たちが感じていたのは破壊神の気配だ。悪い夢でも見ているよ。なんということでしょう。あの方が復活してしまったなんて。まあまあ楽しめたかな。じゃあね、また遊びましょう。ようやく懐かしい顔に会える。急ぎアテナに加勢するとしよう。アテナ殿、助力に参りました。ここからは共に戦いましょう。そうしなければあなたも、そして私たちも危ない。ならば勝手にするがいい。だが足手まといになればすぐに消えてもらう。敵対する神に加勢を申し出るとは、お前たち人間には驚かされる。そうでしょうか。美しい花に引き寄せられるのは当然だ。観察だ。今は戦いに集中しないと。いや、お見事。これでまた勝ちに近づいたよう。おお、危なげない。そなたは実に頼りになる。我は滅びぬ。世界が破壊を求める神。やつの本当の力はこんなものではない。長いは得策ではないぞ、アテナ。ああ、一度引くしかあるまい。ダキちゃんのためや。ここは通さへん。ヒミコ、無茶しちゃダメよ。危なくなったらすぐ引くの。素直に逃がしてはくれないようだ。少女や表なめとったらいてまうで。見せてあげる。引いてくれないか。君のような可憐な女の子とは戦いたくない。そんなんずるい。甘い顔と甘い言葉でうちを惑わさんといて。奪いに行ったか。もう勘弁してえな。これで退路ができた。速やかに撤退しよう。遠回りになりそうだが仕方ない。行くぞ。変わりましょう。ヘミコ、やられちゃったの。変わりましょう。絶対に許さない。破壊神はいずれまた追ってくる。早く逃げることを進めるがね。その時はまた撃退すればいいだけの話だ。できるものなのな。奴と対等に戦うにはそれなりの準備が必要だ。実に素晴らしい。飛行だからこそ私の期待に応えられるのか。いらっしゃい。歓迎するぜ。この孫悟空様と遊んでいってちょうだい。私に手を貸してもらえますか。任せとけ。ああ、やばい。時間稼ぎは任せたぞ。この愛はまことまるオロチ様の強化に努めねばなら。よいよ。破壊の衝動が溢れてくるようだ。うわ！
なんと無様な。全てを破壊するのみ。オロチ様、俺たち味方です。仕方ないですね。分かったかな、ワケ。あんなものと対峙しては命がいくつあっても足りない。確かに今打てる手はないわ。いや、お見事。これでまた勝ちに近づいたよ。このままで追いつかれてしまう。あの強者を吹きつけてみせます。全滅しては意味がない。誰かにおとりにならなければ。何を考えている。あの強さ分からぬわけではあるまい。未知の強者よ。軍神の子探索が相手となる。あなた、私と戦っても。全てを破壊する。なるほど、あの異常な強さは清盛の手によるものか。ならばその清盛とやらを撃てば希望は見えるか。おやおや、味方のタイルが塞がれちまってるね。今こそあしたちの出番だよ。ふん、小生も手を貸そう。ダッキと清盛を撃てば道も開ける。くだらん。いずれ全ては滅ぶ。清盛のいる砦はここか。さて、我が道術を試してみるかね。これは良好。さて、小生の相手をしてもらおうか。あらら、敵もやるじゃないの。仕方ない。軍神か。こっちは急いでいるのだがな。ミクイ様ご本人はどこなのでしょうか。ここがダッキのいる砦だね。こんなこともあろうかと、ちょいと細工をしといたよ。え、何これ。勝手に門が開いちゃったんだけど。よしよし、うまくいったね。さあ、相手をしてもらうよ。ちょっと遊びすぎ。仕方ないですね。死んだと。まいらしい。あたたた、見たようですね。こりゃ引くしかねえな。お待たせ。暴れよ。やっと本物を仕留めた。一刻も早く進むとしよう。秘伝のご活躍お見事です。これでまた勝ちに近づいたよ。メザーリだ。終罰する。わきまえろ。これぐらいにしといてやる。
旅にしてくれるわ。私に手を貸してもらえますか。仕方ないですね。仕方ないですね。いいようですね。顔色一つ変えず次々と敵をいてつかせる。今回は何とか退けたが、奴に関しては何らかの手を打たねばな。勝手にしろ。今回はやむを得ず協力したが、次に会う時は敵同士だ。皆様の力を合わせることにより掴んだ勝利、素晴らしきものにございます。私たちが以前あれほど強大な存在と戦っていたなんて。話には聞いていたけど、完全に思い出せたわけじゃない。いざ目の前にすると、正直恐ろしかった。奴を蘇らせるためにダッキはロキたちと手を組んだってわけかい。ロキの方は戦力が欲しかったのかね。破壊神を扱うことなどできぬ。あれは彼らすら滅ぼしかねない危険な存在ゆえ。わずかですが、酒呑童子様の気配を感じました。あの方はもともとオロチ様より生じた存在。無理に力を注ぎ込み変質させてしまうなんて。扱いきれもせぬ破壊神をよみがえらせてどうするつもりだ。まさかこの世界を滅ぼそうとでも言うのか。上出来だな。報告。この世界に新たに英雄が現れました。アレスとリョフがその地へ向かっている模様です。あ、奴らも新しい仲間が欲しいってことか。我らと同じように敵もそれぞれ二勢力を相手にせねばならぬ状況だ。自分の力をつけるためにも、相手の力を削ぐためにも、英雄の獲得が必要なのだろう。破壊神の存在は気になるところ。しかし今はその者らを救うことが先決。兄者、急ぎ向かいましょうぞ。あれあれれ、どこにもない。どうしよう。銀兵、ずいぶん慌てているようだが、探し物か。一体何をなくしたのだ。はい、腕輪を。何？もしやあの腕輪のことか。それはなくしたでは済まされないぞ。どこに置いたのだ、心当たりは。朝の鍛錬では確かにあって、その後男の人にぶつかって。
吹っ飛ばしてしまったから背負って家まで送り届けて、それからその時にすられたな。この世界の住人にも悪党はいるらしい。なんたることだ。今すぐ取り返しに行くぞ。